小泉さんは確か2世でしたね。私は3世なんです。小泉氏は1972年に衆議院選挙で初当選。政治家一家に生まれ、厚生大臣や郵政大臣などを歴任しますが、歯に衣着せぬ物言いで自民党内での評価は変人でした。あえて私が変人ならば、それは変革する人、変革する人の変人と言われて結構。自民党を変えるために皆さんと一緒に立ち上がっていきたいと思います。2001年、その変人が3度目の挑戦となる自民党総裁選で勝利し、総理大臣の座をつかみます。5年5ヶ月に及ぶ小泉劇場の幕開けでした。私の方から自民党をぶち壊しますから。私の内閣の方針に反対する勢力、これは全て抵抗勢力。抵抗勢力、自民党をぶっ壊す。印象的なワンフレーズを連発し、毎日のぶら下がり取材で情報発信。内閣支持率は一時9割を超える一方で、大衆迎合との批判もつきまといました。その小泉氏が総理大臣時代、外交面で力を入れたのが対アメリカと対北朝鮮です。2001年のアメリカ同時多発テロをきっかけに始まったテロとの戦い。小泉政権はアフガン戦争、イラク戦争などアメリカの対テロ戦争を一貫して支持し、自衛隊をイラクに派遣しました。グローリーグローリーアルグーイエッブッシュ大統領から強い信頼を寄せられ、戦後最も強固な日米関係を築き上げましたが、極端なアメリカ重視の姿勢には対米追従外交との批判も出ました。2002年には北朝鮮の平壌を電撃訪問。史上初の日朝首脳会談によって拉致被害者5人とその家族の帰国が実現しました。一方で靖国神社の参拝によって中国、韓国との関係悪化を招きました。そんな小泉政治の集大成ともいえるのが郵政選挙です。その時ガレーロはそれでも地球は動くと言ったそうであります。私は今国会で郵政民営化必要ないという結論を出されましたけども、もう一度国民に聞いてみたいと思います。今回の解散は郵政解散であります。一度廃案となった郵政民営化法案を通すため、解散して国民に信を問う。法案に賛成しない自民党議員は公認せず、資格候補を送り込む。劇場型の手法で選挙に圧勝すると、長年の悲願だった郵政民営化を実現させました。そして2008年、突如政界引退を表明します。できればこの私の親バカぶりもご容赦いただきまして、私に賜りましたご厚情を進次郎にいただければ。いや、新庄ちょっと挨拶しなさい。ただいま市から紹介がありました。小泉進次郎です。後継に指名したのは次男の進次郎氏。まもなく将来の総理大臣候補などと呼ばれることになります。お世話になりました。ありがとうございました。お疲れ様でした。引退した小泉氏は表舞台から姿を消すのかと思われましたが、東日本大震災後は総理大臣時代に原発を推進していた立場を180度転換し、脱原発論者に。全国各地で原発ゼロを訴えるなど、世論にも大きな影響を与えました。